ジョン・ハムは、アメリカ合衆国出身の俳優。ミズーリ州セントルイス出身。2歳の時に両親が離婚し、母親と共に暮らす。しかし、母親が大腸外と診断されたため、10歳の時に父親の元に移る。私立高校在学中は、サッカーや野球、水泳などに熱中していた。また、その後女優となったサラ・クラークと交際していた。 在学中に学生劇に出演し、その経験を楽しんだがその時点では俳優になる、つもりはなかったテキサス大学で学んだが、20歳の時に父親が亡くなったため、地元に戻って水売大学で学ぶ。1993年に卒業し、母校に戻って教師となる。1995年に俳優になるべく150ドルを持ってロサンゼルスに移る。 2007年よりスタートした AMC 制作のテレビドラマシリーズマッドメンマッドメンがヒットし2008年のゴールデングローブ賞で男優賞を受賞したまたエミー賞にも本作で7度ノミネートされていたが最終シーズンの年に8度目にして悲願の初受賞を果たした1997年より女優で脚本家のジェニファーウエストフェルトと交際している 2016年のワールドシリーズ第5戦をオーリグレー、フィールドで観戦するハム。このシリーズにはカージナルスが出場していないどころか、そのライバルであるシカゴカブスが出場している。にもかかわらず、彼はカブスの本拠地球上でカージナルスの帽子をかぶっている。この帽子は試合後カブスファンのビルマーレーによってビルから投げ捨てられてしまったが、ハムは 自らの手で回収したという野球のセントルイスカージナルスのファンである。自身が10代だった1980年代にはカージナルスが出場した3度のワールドシリーズすべてを球場で観戦している。また2011年のシリーズでカージナルスが優勝した際にはその模様を収めた公式記録 DVD でナレーターを務めた。 ESPN のジムケープルからの、もし過去に戻れるなら見たい試合はという質問に、対しては、1968年のワールドシリーズで、ボブ・ギブソンが17奪三振の完封勝利を挙げた、第一戦と回答している。元野球選手で、映画プロデューサーのマーク・シアーディによれば、こうした野球好きの側面から、ハムの、ミリオンダラーアーム主演は、 プロデューサー陣が正式に配役権を手にする前から内定状態だったという。ありがとうございます。